ね、2019年他夢に誰か芸能人有名人、まあ、こんなのいっぱい出てきてるわね。どうだろうね。あれ夢ってさ、うん、あれ夢ってなんで何も突っ込まないんだろうね。何にも突っ込む、いや例えばさ、ね、それは普段突っ込みすぎてるじゃないの。夢の中ではせめてその機能を休ませたいリバウンドかね、あれ、うんうん、だってさ、例えばじゃあピーちゃんとこう喋ってる夢が出てくるとするじゃんか、ね、でピーちゃんさって言いながらこうやってパッと見たらほら熊に変わってたりするじゃんか。それでも普通に話し続けるじゃん。あれ一切突っ込まないね。そうかな、突っ込む。ただ夢がそのぼんやりしてる夢と割とはっきりこうはっきり現実的にストーリーがちゃんとしてる夢と両方2つあるでしょ。え、あのほらあるそのあれって夢だったのかな現実だったのかななんて区別つかないぐらいの。だそれこそほらあの単独やる前とかさ、うん、ネタがいっても あるあるある、ね、あるだろ。あの単独の時って絶対その夢見るよね。絶対見だろ。俺が見てたのは、うん、あのね、もう会場が東京ドームなの。うわあ、分かる分かる。で6万人ぐらい入ってるわけ。分かる分かる。でもう上田コール有田コールがどんどんあるで、もう袖にもう開演もう2分前よ、ネタ1個もできてない。分かる分かる。6万人入ってるのにネタ何もできてない。で、あ、ドッ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 、あれは何回か見た。あれはあるよね。 あれ怖い。あと小学校とか中学校の時夢に出てきた子を妙に意識してそれまで何ともなかったのになんか好きになっちゃった。なるあれ不思議だな、うん、あとそのそういう手を使ったこともあるよね、メールとかで。えそのなんかほらメールでさ、ちょっと自分がメールってずいぶん最近の話になってきますけど、まあまあだからそうね、まあ大学生ぐらいだとしようよ。大学ぐらいの頃としようよ。大学ぐらいメールぐらいの頃ありました。俺まだ携帯持ってなかったな。なんかほらでもほら夢ってほら意識するじゃん、うん、だからさ、いやなんか昨日夢出てきたわ、うんうん、君がみたいな言われたらすごいドキッとしてるね。 どういう夢なんて言ってさ、いやいやちょっと恥ずかしいから言えねえやみたいな感じのメールは送ったりする人がいるよね。いるの。いるよね。今じゃない。でもそれ使ったことない、そういうの。ないない、一切ない。あ、そう。結構言われたことあるよ。お、そしたら意識するでしょ。意識しちゃう。え、あ、何、え、この人俺のこと気に入ってるのかなとかって思うじゃない。思う。もう、うん、それはもう術中にはまってるわけよ。それは口説かれてるて。そうそう。もう夢なんか本当は出てきてないのよ。そうなの。絶対出てきてない。税はしたことある。何の話。まあ、あんま夢で、うん、エッチな夢も見なくない。こう年になったからとかじゃなくて。結構見ますね。見る、うん、マジで、うん、エッチな夢を、うん、その今最近は夢自体をあんま見ないからあれですけど、まあまあまあ高校生ぐらいの時はやっぱ多感な時期だから。俺でも多感な時期か。お前だって彼女いたろその頃から。いない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 。本当に初めて彼女できたの二十歳とかだもん。あ、そうか、うん、男子校だもんな。男子校じゃない。だからね、俺男子校だったから。ああ、それでちょっと欲求不満が。欲求不満っていうか、女の子を見るだけでも全員が可愛いからね。いや、そんなだって食堂のおばちゃんに恋してた。まあ確かに男子校だとね、あの、うん、保健室の先生とかがやたら人気で、ね、全員綺麗に見える。全然別に綺麗でも何でもないのにね。今から考えりゃあ、うん、だから行き帰りの電車の中で見る女子高生とか、うん、まあまあ、もう夢に出てくるんですよ。あ、そう、うん、それで結構ハードなエッチな夢見てたの。ハードでもないです。今から考えりゃちょっと触られるぐらいで、うん、触られる側なんだな。そこがやっぱちょっと違うんだよな。自分が触るんじゃねえんだ。じゃね、だって分かんないんだもん。いや、それは触られる側でも分かんないでしょ別に。いや、こ自分のものは分かってるじゃん。相手の構造がどうなってるか分かんないから、うん、だってその頃 AV すら見たことないから。ないないない。でしょ、だから分かんないんだもん、女の子どうなるかは。そうね、いやだから昔はさ、そんなほらエッチなものに手が届くのがすっごい遠かったじゃん。遠かったね。ね、あの頃懐かしい。いや本当よ。だから俺最初エロ本買ったのあれ中1の時かな。なんかもう表紙もぶっさいくな女よ今考えると。でもなんかもうこれでいいやと思って本屋に、もうじいさんなのよってその店。本屋で買ったの。そう、すげえ。いやもう勇気出してよ。もう中1で。中1か中2。中2かな。うわ、でそのレジのじいさんにさ、こう本出してさ、別に言わなくてもいい、あの兄貴に頼まれました。だから家族を使うんじゃないよ。いろんなところで
あれなんで、でもそんなのない、兄貴なんか無理な言い訳をする、言わなくていいのに、こっちも聞いてもいないのに。わかるけどさ、あれも考えてみれば別になんかずっとブサイクな写真しか載ってねえんだけどさ、あの当時ほらエッチなビデオも見られない、ないね、でもよく見せて買うの勇気あるよ。最初の自動販売機、あなるほどね、自動販売機ももうドキドキしながら、そうでもほら誰かに見られたらどうしようみたいな、だから夜行くのよ。あだけど近所だからさ、うん、そのタバコ屋の前にエロ本の自動販売機あったんだけど、うん、また高いんだよ。高い、高かったね。最低500円なんだよ。いいのになったら800円とか。でもやっぱりさ800円ぐらいの欲しいからさ、100円玉8枚握りしめて、うん、まだ500円玉ないからね。でこうやってカシャってガシャーンって音がするから、あ、音がダーン向こう行ってさ、別爆弾ではねえよ。それでまたそーっと近づいて、それ8回繰り返すの、こうやってガチってこっちって8回繰り返して、もうピカってんだよ。それを今度はバーッと走ってペッて押して、またあーっつってガダーンって、またそれも音がするからね、ガッダーンって。それを今度向こうからあーっつってガシャーッつって、そのままもうで部屋にガーッつって。いいよ、そこは再現しなくていい。何、最終的なとこ再現してるの。